皆さん、こんにちは。ハワイのナビゲーター、アロハちゃんです。先日、マクドナルドの期間限定商品、ハワイアンバーガーズを、ハワイの人が食べてみたという動画を公開しました。その商品の中に、ガーリックシュリンプというハンバーガーがあったので、最新のガーリックシュリンプ事情を調べるために、ノースショアへ行ってきました。今日は通常とは違う道を通って、ノースショアにガーリックシュリンプを食べに行きたいと思います。ドライブの様子をなるべくノーカットでお届けしますので、お家でハワイ気分を楽しんでいただければと思います。途中、観光スポットも紹介しています。普段見れないハワイが見れると思いますので、飲み物でも入れてゆったりご覧ください。それでは、アロハちゃんと行くガーリックシュリンプを食べる旅、出発します。はーい、急に始まりました。というわけで、夏休みなのでゆったり行きます。まずここはどこでしょう？普段のワイキキや観光地とは、全然違う場所にいます。でも、来たことある方は多いはずです。ヒントはサンドバーです。そうです。先ほどいた港は、天国の海ツアーなど、サンドバーへ出発するための港でした。ワイキキからは車で約30分で、島の反対側になります。ハワイに来たことがある人の中には、サンドバーへ行ったことがある方も多いのではないでしょうか。サンドバーは潮の満ち引きによって現れる奇跡の砂浜です。今回はここからノースショアの下腹にあるジョバンニガーリックシュリンプを目指します。ハワイでガーリックシュリンプを食べられるお店はいくつかありますが、人気上位の常連なのがこちらのジョバンニというお店で、本店が下腹という場所にあります。ノースショアは、オアフ島の北にあるエリアで、冬には大きな波が来ることから、サーフィンのメッカでもあります。通常ノースショアへ行く場合は、青い線で示しているように、オアフ島の中央あたりを通っていきます。こちらには H1 と H2 という高速道路があるので、短い時間でノースショアへたどり着くことができます。また途中にはドールプランテーションというドールのパイナップル畑や観光施設があります。一般的なツアーでは晴れ岩までしか行かないので、下腹まで行くツアーはあまりないと思います。ワイキキから晴れ岩までは約55キロで、晴れ岩から下腹まではさらに24キロほどあります。晴れ岩にもジョバンニのフードトラックはあるのですが、あえて本店の下腹を目指します。そして今回は観光バスでは通らない道から行ってみます。この道はカメハメハハイウェイといって、ハワイの海沿いを通る古い道路です。以前はメインの道路でしたが、今は新しくバイパスができて、地元の人が利用するだけの道路という感じになっています。ちらっと海が映っていますが、右奥の方に三角の島が見えると思います。後であの近くまで行きますので、楽しみにしていてください。今日は天気が良くて、とても綺麗です。それにしてもこの道路の名前、あのカメハメハの名前がついているんです。ハワイの地名はハワイ語のものが多く、レンタカーを運転されると、パッと地名がわからなかったりします。ただ発音については、日本語の発音のままで通じるので、その点では難しくありません。こちらの道路は、昔作られた海沿いの道なので、ブネブネと曲がっています。車は右側通行で、海も右側にあるので、こちらから北上すると、ずっと海沿いのままドライブすることができます。
なぜここから出発したのかと言いますと、カメラの角度が走行中に変わってしまい、ワイキキからの映像は空しか映っていませんでした。そしてカメラをつけ直すためにあの港へ立ち寄ったのでした。でもこちらの方が見たことない景色だと思ったので、ここから紹介することにしました。この辺りは緑のトンネルになっていて、ドライブするのは気持ちがいいです。動画は 4K で撮影していますので、4K テレビで視聴することができれば臨場感があると思います。今日はちょっと遅い出発で、現在は午後2時過ぎです。目的地の河福までは現在地から約40キロで、時間は50分ぐらいかかります。ここより道路はまっすぐになりますが、下道なので時間がかかります。前方に交差点が見えてきました。左の道路はバイパスのカヘキリハイウェイで、右はカメハメハハイウェイが続きます。北へ行くにはこの道路しかないので、結構交通量は多いです。昔の通りはいかがでしたか？天気の良い日はとても気持ちがいいですね。ようやく本線に戻って目的地に向かい始めました。画面上には現在地がわかるように地図を表示しておきます。ご覧のように道路は片側一車線で狭いので、車の流れに合わせてゆったりドライブします。車窓からの景色が楽しめるのもハワイの良いところだと思います。この映像だけ見ると、ここがハワイなの？と思うかもしれませんね。綺麗な景色が続いています。アラモアナセンターから約2時間かかりますが、ザバスで行くこともできます。ザバスはどこまで行っても3ドルなので、お値段的には魅力的です。もうすぐ対向車にザバスの60番が来ます。30分に1本ぐらいあるので、うまく使えば便利ですが、旅慣れた人でないと難しい気がします。ノースショアに簡単に行くにはツアーバスなどがおすすめです。目的地まで連れて行ってくれて、現地で自由時間を楽しみ、また次の場所へと連れて行ってくれます。帰りも来たバスで帰れるので安心です。デメリットとしては料金が割高なことと、滞在時間が短いということです。ツアーにもよりますが、午後3時ぐらいには帰るツアーが多いです。とはいえツアーバスは安心安全です。レンタカーで行く場合はどうでしょうか？レンタカーは途中で気になる場所があれば好きなタイミングで立ち寄ることができますし、自由な旅ができるのが魅力です。ハワイではとりあえずウィンカーさえ出しておけば道を譲ってくれたり、泊まってくれる人がとても多いです。お礼にアロハで謝罪するのが日常です。田舎では特にそういう人が多いです。ナビゲーションにはスマートフォンの Google マップをおすすめします。Google マップでは目的地までのナビはもちろんですが、バスの乗り換え案内や目的地の営業時間と混み具合も確認できます。この営業時間を調べるのにとても便利で、目的地を検索すると1週間分のスケジュールを見ることができます。その情報がいつ更新されたかもわかるようになっていて、例えば電話によって確認済み6週間前という感じで書かれています。最近更新されたものなら正確な情報である可能性は高いです。普段から使い慣れておくと、ハワイに来た時も操作がスムーズですよ。ハワイでの運転は難しく感じるかもしれませんが、ツアーなどとは違う思い出に残る体験ができると思います。
影になっていますが、雲が動いているので、太陽が遮られただけです。せっかくなので、ハワイの天気についてお話ししてみようと思います。ハワイは一年中温暖な気候で、最高気温も31度程度です。日本の夏のように35度を超えることはありませんし、湿度も低いのでカラッとしています。また、貿易風の影響で雲の流れが速いので、日陰になったり日向になったりします。雨が降っていても、通り雨ということはよくあります。雨が降っているのはその周辺だけで、車でしばらく走れば雨が止んだりします。逆にワイキキは晴れていたのに目的地は雨ということもあります。そんな時に役立つのが天気予報アプリです。以前ハワイ旅行で役立つ無料アプリ参戦として紹介していますが、ライブ天気予報レーダーというアプリがおすすめです。雨の様子をレーダーで表示してくれるアプリで、どこに雨が降っているか、その雨がどのように動いていくかを簡単に確認することができます。青い点が現在位置で、この日は天気が良いので少ないですが、海の上に少し動いているのが雨です。画面の下あたりにバーが動いていると思いますが、これが時間によって変化する雨の様子を表しています。2020年にはこんなハリケーンが来て直撃するのではないかとみんなでドキドキしました。これまでいくつか天気のアプリを試したのですが、このアプリが一番正確だと思います。一年中を通して天気が良いイメージですが、夏は寒気で冬は雨季になり雨の日が増えます。年によって違うのですが、50日近く雨が降り続いた年もありました。また6月から11月はハリケーンシーズンで、日本のように台風が発生します。ただ日本のように列島を縦断していくような動きはせず、ここ数年は大きな被害はありません。そんなわけでアプリで天気も考慮して楽しんでいただければと思います。景色は緑が増えてきていますが、工程としてはまだまだです。この先にはコーラルキングダムというお店が見えてきます。ここにはギフトショップとレストランがあり、ハワイのローカルフードフリフリチキンプレートを食べることができます。フリフリチキンとはゆっくり炭火で焼いたチキンの丸焼きで、道路沿いで煙をもくもく上げながら調理している屋台を時々見ます。これからガーリックシュリンプを食べるので食べることはできませんが、ギフトショップは覗いてみても良いかもですね。コーラルキングダムの先を少し進むと、右手にトロピカルファームマカダミアナッツというお店があります。広いギフトショップと庭があり、とても賑わっています。右手の車がいる場所が入り口です。今回は立ち寄りませんでしたが、いろいろ楽しいですよ。左手にはクアロアランチという牧場が見えてきます。クアロアランチは東京ドーム347個分の広さで牛が放牧されています。あらゆるアクティビティも可能で、乗馬ツアーやオーシャンボヤージュ、クルーズツアー、ジップラインなど11のアクティビティを楽しめます。またクアロアランチでは多くのハリウッド映画が撮影されているので、映画ロケ地ツアーやジュラシックアドベンチャーツアーなどもあります。お食事ではクアロアランチさんのビーフやバーベキューポークリブ、照り焼きチキンなどがっつりハワイっぽいランチをいただくことができます。大自然を満喫できる
ハワイを代表する観光地の一つです。ワイキキからは約40キロで、車で約50分かかります。後ほど、正面入り口をご案内します。少し景色が開けてきました。この先の右手には、クアロアリージョナルパークという、州立公園があります。ここは無料の公園で、レンタカーで来た場合は、景色が良いのでおすすめのポイントです。それでは入ってみましょう。公園には無料駐車場が完備されています。出発してから初めての立ち寄るポイントです。比較的観光客が多く、ツアーバスなどでも、立ち寄っている様子を見ました。動画の前半でちらっと見えていた三角の島が見える場所へ行きます。もう正面に見えていますね。こちらはチャイナマンズハットと呼ばれ、中国人農夫の三角帽子に似ているので、そこから来ているそうです。正確にはモコロイ島と言います。島までは約500メートルで上陸できるそうです。今回はゆっくりしませんが、公園とビーチがあるので泳ぐのも良さそうでした。山側を振り返るとこんな景色で、ジュラシックパークを彷彿とさせます。それでは道路へ戻っていきましょう。ヤシの木がハワイっぽい景色です。正面に見えているのはクアロアランチで、目と鼻の先の位置関係です。公園内にもトイレはありますが、ここまで来たら、クアロアランチ内のトイレを利用した方が良いでしょう。右手にはカヤックを積んだ車が止まっています。また、海がすぐそばになってきました。牧場の柵が続いています。左に目をやると、壮大な山々が続きます。それではちょっと立ち寄ってみましょう。とにかく広くて、東京ドームが347個と言われてもよくわかりませんが、すでに大自然を感じます。入り口を入るとこの長い通路が続いています。右手には大きなバスが何台も止まっていて、ワイキキなどからの送迎を行っています。駐車場は無料で、空いているところに停めることができます。正面にはメインの建物があり、ギフトショップやレストラン、トイレなどがあります。少し高くなっているので、ここから海側を見た景色も綺麗です。レンタカーで来た場合、ギフトショップの利用だけでも楽しめますよ。今度ゆっくり紹介したいと思います。入ってくる時には気づいていませんでしたが、右手には馬がいました。そしてすっごい青空と馬で、のどかな景色です。旗がなびいていて、結構風が強いの。わかりますか？そしてヤシの木が傾いているのも、おそらくこの辺りでは同じ方向から風が吹くのだと思います。海沿いではよくありますね。目の前にはバス停もありました。
出発地点からだいたい半分ぐらいの位置まで来ました。ここからはさらに田舎道が続きます。このクアロアランチまではツアーで来ることはありますが、この先はあまり行かないかなと思います。ここからは海沿いの景色が増えていきます。この日は満潮だったのか、海面がかなり高くギリギリまで海が来ていました。しばらく住宅が続きますが、この先のカーブを曲がると美しい海が出てきます。それまではちょっと周りの様子も見てみてください。さあ、もう少しです。じゃーん。海が見えてきました。ギリギリすぎて、道路に海水が上がってきています。しばらく景色を楽しんでください。この辺りは波による浸食で道路が削り取られるので、以前補修工事をしていました。それでも道路が濡れています。車で走ってると波がかかりそうな時はあります。でもめっちゃ綺麗です。クアロアランチに来られる方は近くまで来るのだからこの景色を見れたらいいのにと思いますが、反対向きに帰るので残念ながら見れないのです。ちょっと雲が多いので午前中ならもっと良かったと思います。でも実際に目で見てた景色はずっとこれより綺麗でした。もう少し進むとアロハちゃんの好きなビーチがあります。ちょっと旅行で来ることはないと思いますが紹介してみます。ここは川場といって地元の人しか来ないようなビーチです。この日は海面がかなり上がっていて、砂浜がほとんどなくなっていますが、普段はもっとビーチが見えます。この辺りは自然に近いビーチで、曲がったヤシの木とか、雰囲気がとても好きです。人も少ないので、プライベートビーチのように過ごすことができます。この辺りから少し広くなっていて、利用者が増えてきます。そして右の建物がトイレで、数台分の駐車場もあります。家族連れや小さな子供が多い印象です。ビーチで過ごしているとお昼ご飯の時間になると思いますが、この辺りにはお店はありませんでした。でも安心してください。この先にポツンとセブンイレブンがあるんです。そしてセブンイレブンの向かいは大きな公園があります。ここは波が激しいですね。もう少し進むとセブンイレブンが見えてきます。この辺りはほとんどお店がないのでオアシスのような場所です。左にセブンイレブンと右に公園です。
良さそうでしょ。なお、こういったビーチはライフガードがいませんので、安全には十分気をつけてください。ここからしばらく直線が続きます。ハワイは場所によって天候がはっきりと違います。貿易風が北東側に雨を降らせ、南西側は乾いた空気が山を駆け下ります。そのためワイキキ側は晴天率が高く、山の反対側であるこちらの地域は雨が多くなっているのです。長い間、そういった環境でできた地形は切り立った山を作り、雨に強い地域となっています。そういうわけで、天気の良い日にこの辺りをドライブできるのは貴重なのです。ああ、すごい波来た。波消しブロックがなくなっていました。ちょっと怖いけど、こんなに海が近いのは面白いです。この自然に生えたヤシの木、絵になりますね。ここからは湾になっているので、山側へ移動していきます。急にジャングル感がすごいです。この先には秘境っぽい場所、カハナベイビーチパークがあります。この公園は映画のロケに使われそうな綺麗で広い砂浜が広がっています。湾になっているので波は穏やかです。木々に囲まれた公園はひんやりとして自然を感じることができます。近くには川があり、ここではカヤックをしたりスタンドアップパドルを楽しめます。レンタル業者のカハナアドベンチャーのウェブサイトを見ると、一人乗りが69ドルで二人乗りは85ドルでした。レンタル時間は3時間もあるので、ゆっくり過ごすことができそうです。今川の橋を渡って、もうすぐ右手にカハナベイビーチパークが見えてきます。駐車場の奥がすぐビーチになっています。週末は家族連れでにぎわいますが、平日の利用者は少ないです。こんな秘境の公園ですが、トイレとシャワーが完備されています。この先にはバス停もあります。バスでも来れるってことですね。結構横に広くて、この辺りはテントを張っています。とても綺麗だったのですが、カメラに海水がかかってフォグっぽくなってしまいました。この辺りから早送りしながら進めます。この辺りもかなり綺麗でした。ひたすらノースショアに北上していきます。地図を見るとかなり近づいてきています。また右手に海が見えてきました。ひたすら進んでいきます。ずっと平屋の家が続いていたのに、ここに突然コンドミニアムが現れます。海が目の前で、すごい立地です。ちょっと飛ばしていきます。海、家が増えてだんだん街になってきました。
先ほどのコンドミニアムから10分ぐらい進むとポリネシアカルチャーセンターが見えてきます。ポリネシアカルチャーセンターはオアフ島のラエーという町にあり、ハワイの文化を体験できるテーマパークです。ここにちょっと立ち寄ってみましょう。ポリネシアカルチャーセンターは1963年に開業し、年間70万人が訪れる観光地でした。ハワイに来たことがある方は一度は訪れたことがあるのではないかと思います。施設はお昼の12時半から夜の9時まで営業しています。昼はポリネシアの島々でハワイらしいアクティビティを体験し、夜はポリネシアンショーなどが楽しめます。パッケージにもよりますが、お食事はビュッフェスタイルでショーを見ながらいただきます。こちらのセンターもコロナの影響で大打撃を受け、一時休業を余儀なくされていました。現在の施設はこんな感じで、とても綺麗に整備されていました。新しくフードトラックができたり、準備万端で観光の回復を願っていると思います。それでは戻っていきたいと思います。ガーリックシュリンプを忘れてしまいそうですが、ちゃんと向かっていますよ。ここからはあと8分ぐらいですが、早送りで行きましょう。この辺りは少し街になっていて、マクドナルドやスーパーもあります。先日このカフクという街でビッグニュースがありました。それはカフク出身の高校生ミュージシャンのイアム・トンギさんがアメリカンアイドルという人気番組で見事優勝を果たしたのです。地元では大騒ぎになり、パレードやコンサートなどが盛大に開催されました。もちろんハワイ出身者で初の優勝なので、ハワイのニュースでも多く取り上げられていました。 YouTube に動画が上がっていますので、チェックしてみてください。さて、いよいよ到着です。見えてきました。来ました。ここが駐車場なので、空いているところに停めます。少し見づらかったですが、こんな道路でした。そしてここはお店が集まる場所になっています。車の前を歩いていくと、じゃーん、ありました。こちらがジョバンニのフードトラックです。ガイドブックなどで見たことがあると思います。トラックにはいろいろな人のサインがあり、それが特徴となっています。日本語もたくさんあり、ついつい見てしまいますが、早速注文しなくては。到着した時間は午後3時40分で、閉店時間は午後6時半でした。とても中途半端な時間ですが、行列になっていました。テーブルは結構埋まっていましたが、食べ終わる人も多いのでうまく回っている感じでした。とりあえず並びます。おそらく昼時の行列はこんなものではないと思います。右の窓口で注文して、左の窓口で受け取りでした。キャッシュオンリーと書かれていますので、使えるのは現金のみですね。メニューはこんな感じで、1番スキャンピ、2番ホット&スパイシー、3番レモンバター、4番ガーリックドッグがメインのメニューです。どのメニューにも12尾の海老と
2スクープのご飯がつきます。詳しく見ていくと、一番のスキャンティは最も人気のメニューで、みじん切りのニンニクとオリーブオイルでマリネされたシュリンプです。2番のホット&スパイシーは、自信作のホットソースに独自にブレンドしたスパイスと胡椒を使っています。めっちゃ辛い。3番のレモンバターは、レモンとバターソースで茹でたエビです。サイドにソースがつきます。4番のガーリックドッグは、スキャンキソースで調理されたジャンボホットドッグにパンかライスがつきます。リクエストでホットソースも選べます。5番と6番はサイドメニューで、5番のエクストラライスはご飯のお代わりを追加できます。6番のホームメイドマックサラダは、ホームメイドのマカロニサラダを追加できます。飲み物はボトルウォーター、ペプシ、ダイエットペプシ、スプライト、パッションオレンジ、グリーンティーです。この中で何を注文するか。初めて食べるなら、それは迷わず一番のスキャンピですね。2人、3人で頼むなら、いろいろ買って分けてみると良いと思います。注文方法はこの動画をチェックしてみてください。お支払いが終わると、このようなレシートをもらいます。この末尾の番号で呼ばれるので、左の窓口付近で待っておきましょう。ちょっと遅い時間でしたが、それなりに混んでいました。日本からの旅行者は 2,3 組ぐらいでした。隣のお店はスムージーを売っていて、入れ物がパイナップル丸ごとスムージーになっていました。このトラックの裏側では、まさに今トラックに絵を描いている途中でした。ハワイっぽいロコガールだね。順番待ちの番号はだんだん増えていくので、次に呼ばれそうとかわかると思います。そろそろかな。ゲットしました。じゃじゃん、これが本物のジョバンニのガーリックシュリンプ。オリーブオイルでソテーされた12尾の入りに、ご飯が2スクープ。見た目は少なそうに見えますが、ずっしりあります。ガーリックがたっぷりかかって、これは濃厚な味がしそうです。では早速いただいてみます。エビの大きさは5センチぐらいで、めちゃめちゃ大きいというわけではありません。みじん切りのガーリックがゴロゴロ入ってます。殻は取った方がいいけど、まずはこのままいってみます。パクリ。おお、これでしょう。久しぶりのガーリックシュリンプ、うまいうまいと思って食べていましたが、違和感が出てきました。それは、殻はバリバリと食べられるけど、硬くてギリギリダメな感じだったからです。何個も食べてるとしんどくなってきました。ここからは殻を取って食べることにしました。殻を取ってからは、プリプリしたエビを感じることができ、エビだけの味に集中できるようになりました。お手拭きもたくさんついていたので、殻は取ってから食べるのが正解だったと思います。お腹が空いてたので、そのまま行ってしまいました。量については、エビが12尾入っていますが、少し多く感じました。でも半分じゃ足りない感じみたいな感覚だったので、お腹いっぱい食べるなら、やっぱり一人ワンプレートかな。男の人だとちょうどいいと思います。ペロリ。やっぱり本物のガーリックシュリンプはボリューム満点で濃かったです。
ごちそうさまでした。食後はやっぱりトイレに行きたくなるので、レストルームをご案内します。ジョバンニの周辺は、他のフードトラックやお土産物店がありました。木彫りの亀やティキなど、いろいろなサイズがあって面白いです。他にはフリフリチキンやクレープのお店があったり、地元産の果物などを売っていました。そして帽子やアパレルなど、扱っているお店もあります。その名も、ルート99、ハワイ。建物の見た目も可愛くて、SNS 映えする写真も撮れそうです。商品もたくさんあって、ゆっくりチェックしてみたいです。正面からはこんな感じでした。そのお隣もコンテナタイプのお店で、シャカシャックハワイというお店でした。店内で売られているハワイアンポケモン T シャツは、ありそうでなかったですね。そして、その隣がトイレです。公園にあるようなタイプのトイレでした。手前がメンズ、奥がレディースです。そのトイレを振り返ると、後ろ側にもお店がありました。ただ月曜だったためか、開いていませんでした。こちらは視聴者さんに教えていただいたチキンサンドイッチのお店なのですが、土日のお昼12時から1時間しか営業していません。ちゃんと狙ってこないと食べれなさそうです。そのすぐそばにはアートギャラリーがあったり、いろいろ見れるところがありました。ただこちらも空いてなさそうでした。行きたいお店があるなら、事前に営業時間を確認した方がいいですね。その近くには、メリーズタコメキシカーノという、メキシコ料理店もありました。こちらはジョバンニ側になりますが、ポケやロブスターのお店もあります。夕方なので空いていました。ジョバンニの横あたりには、ビーチバスという、ワッフル、チュロス、フライのお店がありました。こちらのお店には、アメリカンアイドルで優勝した、イアム、トンギさんのポスターが貼られてました。地元のサポートが心強いですね。駐車場の方へ戻ってみます。こちらには大きなテントで、たくさんのお土産を扱っています。表にはこんなバッグも売られていて、ちょっと気になっちゃいました。小さめのアクセサリーや、キーホルダーがあります。隣にはハワイで女性の正装とされているムームを扱っていました。ゆったりとしたドレスなのでハワイの気候に合っています。滞在中に来てみてはいかがでしょうか。他にもたくさんお店がありました。フローズンヨーグルトとアサイボールのお店、おのよう開いてなかったけど、コーヒーのお店、韓国料理のお店、レビューの良いカンボジア料理やタイ料理のお店など、バリエーション豊かでした。さて、本日はアロハちゃんと行くガーリックシュリンプを食べる旅、お送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。下腹までの道のりは遠く、大変であるかもしれません。でも、目的を持って旅すると楽しいと思います。もしこの動画で興味を持たれましたら、ぜひ行ってみてください。
このチャンネルではハワイの観光地を定期的に紹介していきます。リクエストや質問などありましたらコメント欄よりお願いします。動画を見ていただきありがとうございました。